サミストリートアフロビート。アフリカという大陸にはたくさんの文化とサウンドが交わっていて、今から聴いてもらうミュージックはそうやってできたものです。そしてアフロビートミュージックとはたくさんのアフリカの文化からスタイルをミックスしたものなんですよ。よし、じゃあ次の曲もみんなで一緒に手拍子をして盛り上がっていきたいんだけど、僕とスティーブンがこうしたらみんなの手拍子をストップして、アフロビート発祥の地
アフリカで生まれたかっこいいリズムを聴いてください。そして僕の大好きなアフリカの太陽を感じてください。はーい、ありがとう。とんでもないです。叩いていた太鼓は
ドゥンドゥンという名前だよ。ドゥンドゥン。ドゥン。ドゥン。なんだ。僕が叩いていたのはジャンベ。ミニマムジャンベ。みんなかっこいいリズム叩いていたね。じゃあ次は最高にかっこいいアフリカンダンスが見てみたいよね。見てみたい。この4つのダンスをしっかり覚えて家に帰ってお父さんとお母さんと一緒にやってほしいから一度皆さんのために説明しますね。まずは1つ目、エルモがやっていたのはケニア発祥のジグエンベというダンスです。お父さんお母さんの目の前でジグエンベってやるんだよ。 OK、 それじゃあ皆さんで一緒にせーの、ジグエンベ。おお、上手。じゃあ次、バートがやっていたのはガーナ発祥のピロロ。お父さん、お父さん、見て見て、こうやってね、いろいろダンスやってたんだよ。いいですか、家帰ったら。なんで、スティーブ、どこ行くの。スティーブ、スティーブ、見て見て、ピロロダンスできるよね。ピロロダンス、ダンジャンネーって。イエーイ、ありがとう。こっきり、みんな、なんで人の名前で呼ぶの。MC、モンティ。ノン、コーチ。ゲーム、モーディー。皆さん、ピロロダンス覚えてました？大丈夫ですか？これでピロロダンス覚えました？じゃあ次、アーニーが踊っていたのはこれも同じくガーナ発祥のチョコボディダンス。いいですか？簡単ですよね。これが一番多分できると思います、家の中でも。できますか？いきますよ、せーの、チョコボディダンス。ほー完璧すぎて言葉が出なかったですね、今ね。じゃあ最後、僕からみんなに教えた南アフリカのダンスが皆さんで一緒に行きますよ。せーの、これがグオラグオラダンス。これで皆さん4つのダンス覚えましたか？家に帰ってもやってくれますか？家に帰ってちょっと今日寒いなってなった時
ですね。ちょっとみんな見てた？みんなのダンスすごかったんだよ。もうみんなは何してたの？あ、まさか練習してたんじゃない？ねえねえ、見て見て、エルもできるようになったよ。よいしょ。わ、自分目だ。じゃあ今みんなでやろうよ。せーの、ちょっと待ってよ。自分、僕たちの踊りも見てくれない？そうだね、あのダンス、みんなで踊ろうよ。Well, let's dance, everybody! みんなも一緒に踊ろう。それじゃあ、エルモは、ルンルンよろしくね。はい。よし、バット行くよ。OK! ブンダラブンダラブンダラブンブンブンダラブンダラブンブンブン。ズンバ、ズン、ズンバ、ズン、ズンバ、ズンバ。Oh,
you're a dancer.